マコ内親王は、日本の皇族。三倉ラは内親王、継承は殿下。君党は、法官大受賞。お印は、木工部原。秋篠宮文人親王と、同妃、ノ子の第一女子、徳人の名。妹に過去内親王、弟に、久人親王がいる。2019年現在、内親王では、最年長。住居は、赤坂御用地内にある秋篠宮邸。 1991年10月23日、宮内庁病院にて誕生。同日、玉物県の儀。この時に、第125代天皇昭人から授けられた、守り刀は、重要無形文化財保持者に認定された、墨谷忠志法の作。同年10月29日、命名の儀が取り行われ、父の秋の宮文人新郎により、政子と名付けられる。この名は、 天性のものを失わず、自然に、飾ることなく、ありのままに人生を歩む願いを込めて命名された。1998年4月、学習院初等科入学。その後学習院女子中、高等科に進学。この間、2005年頃からは、日本国内を中心として、両親の公務、接見に同行、同座することが多くなり、最年長のうち新能として、 国民の前に姿を現す機会も増えている。高校時代のあだ名は、マコシー。2006年8月の夏休み期間中、2週間にわたってオーストリアのウィーンでホームステイをした。ホームステイ先は、女系の祖父、川島達彦の仕事仲間だった、オーストリア人の家。かねてより美術や建築に関心があり、美術館や、シュテファン大聖堂やシェーンブルン宮殿などの、 建築物を見学した。2006年には、父、秋篠宮の三重県訪問に同行して、伊勢神宮式年仙宮の行事、川引きを、視察、自ら行事に参加した。高等科在学中の2008年からは、単独公務も開始している。2009年11月、国際キリスト教大学を、英養入試で受験して、合格したことが発表された。 2010年に学習委員女子高等科を卒業し、同年4月、国際キリスト教大学教養学部、アーツサイエンス学科に入学。後続の同大学への入学は、初となる、説明滑走協議部に入部した。同年7月14日から、同大学の海外英語研修として、アイルランド共和国に留学し、1ヶ月間、アイルランド国立大学ユニバーシティカレッジダブリンで、 英語を学んだほか、研修生の一員として、メアリー・マッカィース・アイルランド大統領との懇談や、イギリス北アイルランド地方への訪問も行った。2011年7月、東北地方太平洋沖地震の被災地で身分を隠して、ボランティア活動を行った。同年10月23日、青年を迎え、法官大受賞を授与された。以後、年として、各種行事、 儀式に出席している。2012年4月、3学年に進級し、美術、文化財研究を専攻。在学中に、学芸員資格及び運転免許証を取得。2012年8月3日、同年9月から2013年5月までイギリスのエディンバラ大学に留学することが閣議で報告された。同大学では、美術史などを学んだ。後続の同大学への留学は、 高窓の宮家の継子女王に次いで二人目となる。2014年3月、国際キリスト教大学教養学部を卒業し、学士の学位を習得。卒業論文は、日本神話を題材とした絵画をテーマとした、明治時代における神話画の誕生、発展、そして葛藤、同年国際陶磁器フェスティバル、美の名誉総裁に就任。2014年9月、 デスター大学大学院博物館学研究科に入学し、日本を離れる。翌2015年9月、同大学院の家庭を終えて帰国する。大学院在学中は他の学生と変わらず、学生寮で生活し、サイモンネル教授の指導の下、ブラシカフ氏の海洋生物模型を題材に、修士論文、博物館におけるオブジェクトの解釈の可能性を執筆したほか、 イギリス王室との交流も行った。また、2015年7月から8週間、コベントリーのハーバート美術博物館で、実務研修プログラムに参加し、レスターのニューオーク博物美術館での研究にも従事した。帰国後の同年10月、父の文人新郎から引き継ぐ形で、日本テニス協会名誉総裁に就任した。同年11月、東京大学総合研究博物館客員。 研究員に就任。2016年1月21日、レスター大大学院の修了式に出席し、修士の学域を受けた。同年、日本郵便、東京大学産学共同プロジェクト、インターメディアテク JP タワー、学術文化総合ミュージアム、インターメディアテク客員研究員就任。同年4月1日東京大学、総合研究博物館特任研究員就任。 同年6月15日、日本工芸会総裁に就任。同年9月、国際キリスト教大学大学院アーツサイエンス研究科博士後期課程に入学した。2017年5月16日、国際キリスト教大学の同級生だった小室圭と結婚する準備が進められていると報道された。しかし7月7日、平成29年7月九州北部豪雨の影響で、 7月8日に予定していた婚約内定会見を延期すると内庁が発表した。同年9月3日午後3時より東京、元赤坂の赤坂東邸で婚約内定会見が取り行われた。2018年2月6日、宮内庁はマコ内親王の納彩の,の儀をはじめとする結婚関係儀式等を後日に延期すると発表した。別点資料でマコ内親王は結婚に関わる。 様々な行事や結婚後の生活に向けて、二人で話し合い、それぞれの親や関係する人々と相談しながら準備を進めてきたが、その過程で現在予定している秋の結婚までに行う、諸行事や結婚後の生活について、十分な準備を行う時間的余裕がないことを認識するようになったためだと説明した。2015年12月7日、金沢大学。 付属国際文化資源学研究センター教授、中村誠一らとホンジュラスのコパンイシボリ博物館を視察。ありがとうございます。